鶏,の食肉のこと鶏は最も代表的な家金なので、単に、鶏肉といえば、鶏肉を刺すことが多い。牛肉、豚肉、羊肉と並んで、世界で日常的に食用にされる肉の一つである。鶏肉は、体重を軽くしておく必要がある。鳥類であるので、比較的体脂肪を含まず、ヘルシーな食肉として珍重された。ボクサーなどのスポーツ選手が、減量時に、 タンパク質の補給に用いたりすると去る。オペラ歌手のマリア・カラスが鶏肉とサラダで減量したエピソードは有名である。しかしながら、ブロイラーが主となると体脂肪の含有において鶏肉は必ずしもタンパクな肉とは見なされなくなってる。中部地方の一部、関西地方、九州地方では、カシワ、キトリとも呼ばれる。カシワとは、本来色の灰色の日本在来種の鶏だが、 それが、鶏肉一般の名称に用いられるようになった、河飯、かしわうどんなど。これに対して、香川県や岡山県、兵庫県番州地方では、老鶏、特に排卵を終えたメス鶏などの肉を、かしわ肉と呼び、販売され、食されている。一般社団法人、日本食庁協会では、毎年10月29日を国産鶏肉の日としている。 トウトリ、2、2苦肉の因から定めた。鶏肉は、牛肉、豚肉と異なり、食のタブーに触れることが少ない食肉であるため、食のタブーが厳しいことで知られる、ユダヤ教やイスラム教でも、鶏肉を食べることは禁止されていない、世界中で広く利用されている。ただし、調整が行われる地域では一般に鶏肉を、食すことは避けられている。 常用漢字表では漢字の鳥は音読みが軽訓読みが鶏であるため鶏肉を鶏肉と読むのは表外読みであるが新聞常用漢字表では2001年平成13年に鶏に鶏という訓読みが追加されているためマスメディアでは鶏肉を鶏肉と読むこともある日本列島では弥生時代に 稲作農耕の開始とともに家畜が導入され、大陸から豚とともに鶏が伝来している。古代には主に鳴き声により朝の到来を告げる地告げ鳥として利用され、灰鳥の利用として副次的に肉食が行われていたと考えられている。日本書紀によると、日本では天武天皇5年675年4月17日のいわゆる肉食禁止令で、 4月1日から9月30日までの間、稚魚の保護と保築、牛うまザル、日本猿鶏の肉食を禁止された。江戸時代後期には、西日本を中心に鶏食の記録が見られ、主に水炊きによって食べられていたと考えられている。アメリカ合衆国では、第二次世界大戦中に牛肉や豚肉が不足したため、鶏肉の消費量が増加した。 栄養学や構成物質の研究の進歩により大量飼育が可能になり生産コストが下がったのは1950年代でケンタッキーフライドチキンもほぼ同時期に全米に展開し始めた後に牛肉や豚肉に比べてコレステロールや脂肪分が少なく健康に良いと言われ鶏肉の人気が上がったヨーロッパでは BSE の影響で1996年に 初めて鶏肉の消費量が牛肉や甲子肉を上回った。昔からアメリカとカナダではチキンスープを飲むと風邪が治るという言い伝えがある。近年、チキンスープの栄養には風邪の症状を和らげる作用があるという研究結果が発表された。2017年日本では消費量1位の豚肉を抜き鶏肉が1位になった。脂肪が少なく、 火を通しすぎるとパサパサした食感になる。欧米では最も好まれるヘルシーな部位だが、日本では食感が敬遠されがちであるためもも肉等に比べ価格が安い。蒸し物などに向く。近年は低カロリー、低脂肪であるためダイエットの食材として人気がある。胸肉は 100g40 から60円前後で販売されるため外国から輸入すると安すぎて、 商品価値がなくなってしう。そのために本国内で販売されている胸肉は100%国産である。胸肉に近接した部位。脂肪が少なく、淡白な風味がある。形が笹の葉に似ていることから付けられた名称。サラダ、和え物に良い。中央に硬い筋があり、筋を取り除いて販売されることもある。タンパク質の含有率が高く、低脂肪。 各部位の中でも比較的高値である。脂肪が多く赤身でコクのある味が楽しめる。鳥は足を歩行や走行によく使うため、腿にチキン繊維が発達しているせいである。すね肉と一体で骨をつけたまま調理されることも多い。人間における膝元に相当する部位。ドラムスティックと呼ばれ、骨付きのまま、唐揚げや煮込みなどに用いられる。 翼の部分、以下の三つの名称がある、という部分が、桃の付け根の近く、腸骨の背側のくぼみにあり、フランス語では、ソリレス、ソットエルワイレス、愚か者だけが残すという名称で呼ばれている。また、肉、内臓を取り去った残り、大部分は、骨を鶏殻と呼ぶ。鶏殻やもみじは、中華料理や西洋料理、ラーメン等の出汁を取るのに使われる。 もみじは、中華料理では、大取り詰め、関東、語、本じゃあウと称して、揚げて煮込み、皮と軟骨を食べる料理にも加工される。日本では、大分県日田市周辺の郷土料理、もみじ、郷土料理となっている。上官などに、常在菌として存在しているカンピロバクター、キャンピロバクター、サルモネラ、サルモネラ、アルコバクター、アーコバクターや、土地区家庭で、 大腸菌、ブドウ球菌により汚染されることがあり、新鮮な肉でも高い率で食中毒原因菌に汚染されているため、食中毒を引き起こすことがある。したがって、生食には向かないが、主に刺身が刺身、叩きや、ユッケなどで供されることもある。特に、日本でのカンピロバクターによる食中毒患者の報告数は2003年以降、 年間2000人を超え重要な食中毒菌となっている。なお、人間以外のライオンやトラといった肉食動物が生肉を食べても中毒にならないのはカンピロバクターに対する強い耐性を持っているためである。しかし人間にはこの耐性がない。ただし、鹿児島県、宮崎県、大分県の一部では鳥刺しが郷土料理として食べられているが、いわや甘根によると、 過去のデータからは、鹿児島県民によるカンピロバクターによる食中毒は多くなく、発生しているのはすべて他県からの住民であるという報告例がある。その報告例には鳥刺しが原因と疑われているカンピロバクター食中毒で同じものを食べた5人のうち3人が発症し、その3人はそれぞれ福岡、長崎、熊本出身、残りの2人は鹿児島、宮崎の出身で、 鹿児島の学生は、瓶からもカンピロバクターが検出されたが、一切の症状が出なかったとある。免疫が持っていたので発症しなかったのか、腸内フローラの問題かどうかはわかりませんが興味ある、事例であるとしている。養鶏が盛んな地域では特有の自撮り品種が存在することが多く、鶏料理も盛んである。豚肉料理や牛肉料理に代わる素材とされることもある。チキンカツなど。 また、ひき肉にすることもあり、つくねなどにもされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。